上将、前線より報告が入りました。各所で義軍は固く守っており、我が軍は攻めあぐねているとのこと。戦況は膠着状態にあります。しばらく動きはないと見てよいでしょう。さすがは芝居ですね。我が真意を測り長期戦を仕掛けてくるとは。上将の真意、それは一体。脅威、我らは遠征の長期戦は不利です。この状況を打破すべく私も前線に出ます。恐れながらここは我らにお任せください。上将に万一のことがあっては。脅威、敵はあなたも知る通り強大。私が安全な場所で指図をするだけでは勝てぬ相手なのです。劉備殿や関羽殿も最後まで前線で戦い抜きました。ならば私もそれに習わなければ。少々承知しました。さあ行きましょう。必ずや職に勝利を。劉備殿が目指した陣の世を迎えるため、何としてもここで義を打ち果たします。芝居は容易ならさぬ相手です。皆さん警戒しつつ進軍してください。五条原の前線へ兵糧を届けねばなりません。そのためには新しい荷車が必要です。しかし材料が手元にありません。まずはそれを集めましょう。これで材料は集まりました。急ぎ荷車を作り兵糧を送りましょう。丈夫な荷車を揃えることができました。急ぎ前線の五条原へ兵糧を運びましょう。兵糧が届けば多くの兵を賄えます。前線へ遅れる部隊の数も増やせるでしょう。イーホー、やったね。なかなかの実力を持っていますね。ここは俺たちがもらったよ。ここを放っておくのは得策ではない。私が防御に当たるとしよう。今より五条原へ兵糧を運びます。道中の護衛をお願いできますか。土壌に障害物が。このままだと荷車が進めません。五条原の味方が待っているんです。障害物をどけられればいいのですが。諸君の輸送部隊か。ここで撃ってくれる。その荷車は兵糧だな。このまま通しは
諸区の輸送部隊がここで撃ってくれる。中からトラ戦車の燃料を持ってきたぞ。ほら、使ってくれ。おお、これで炎の威力が増すだ。トラ戦車の力、思い知らせてやる。ここを放っておくのは得策ではない。私が防御に当たるとしよう。はいよ。せめてラフンだと単独だ。守りも織り交ぜていく。守りきれないだなんて。あなたの顔は絶対に忘れない。
強さ。ここは引く。敵将討ち取ったよ。ちゃんと強いって素敵ですね。そうじゃない人も多いでしょ。守りは我らが生き物だ。決して何者にも抜かせはせぬぞ。要所ってあそこで合ってる？自信ないけど、とりあえず出発。陛下の手紙を奪われると申し訳ありません。敵将撃ち取ったよ。やっぱり勝ちっていいよね。総衛に皇帝防衛の命を出させたか。芝居では兵を抑えきれなくなっているな。この状況を使わぬ手はない。命を差し替え撤退するよう仕向けるのだ。我が策が成功すれば宗臣は撤退するはず。長安の東の城外で待ち伏せしてください。わかりました。敵が来るまでじっと待ちますね。
って五条弦を囲もうってこと。面倒だ。ここは踏ん張って止めないとな。思惑通りに一生取れると思う。ここで息の根を止めてやる。この辺守ってみるとかよくない？本気の俺は危ないよ。強すぎることはいいぞ。超突よ。敵拠点を攻め我らのものとするぞ。やられちまったか。手を抜いたつもりはなかったんだけどな。はい、狙いはあの地だ。みんな行こう。本気の俺は危ないよ。よっと。はい。成功法では勝てんか。敵将撃ち取ったよ。秘伝のご活躍お見事です。よし、城下の西を抑えた。これで攻めやすくなるはずだ。イーホー、やっぱり勝ちっていいよね。やっぱり強い。すごいんですけど。守ってやりゃ。暴言を孤立させるわけにはいかないぜ。ゴールは俺が必ず届けてみせる。敵の防衛策を反壊させました。
このまま全部壊してしまいましょう。敵の防衛策をかなり破壊しました。あと一踏ん張りで全部なくなります。やりました。敵の防衛策は全部壊しましたよ。北芸への兵糧の輸送を阻止しました。食料不足により敵の士気は低下しています。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。よい、はいよ。敵の痛いところをついておく。狙うはあの地だ。行くぞ。今騒ぎがこの付近の防衛につかねば。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。はい。えや。ほう。て。えおい。はいよ。よ。ほう。てや。いや。てや。よ。て。は。ほう。はい。扇風機。ほう。えや。全て壊れています。これで美瑛の進軍も楽になりますね。イーホー、やっぱり勝ちっていいよね。俺たちは美を攻める。進軍するぞ。宗英の名を書き換えているんだ。これで芝居の思惑も外れるだろう。この偽の名を長安に届けねばならん。伝令を敵に気づかれぬよう護衛してほしい。
令か。合言葉を言え。まさか。どうすれば。知らせないと。やられちまうなんて。上級そば。すみません。お前所属はどこだ。青色が悪いぞ。このままでは正体が暴かれてしまう。誰か何とかしてくれ。お前、こそこそ怪しい奴だ。名を名乗れ。さもなくば。はい。まずい。気づかれたか。誰か、助けてくれ。ティ。よい。フェイリア。ティ。ほ。いや。よ。はい。フェイリア。ほ。
戦車部隊出番だよ。敵を一気に倒しちゃおうか。すげえ炎だ。丸焦げになっちゃうぜ。やっぱり勝ちていいよね。本気の俺は危ないよ。ちゃんと強いって素敵ですね。強いじゃない人も多いですから。これで勝ったと思うなよ。敵将撃ち取ったよ。素晴らしいご活躍。長安の敵将は撤退しました。指揮官を失い、長安一帯は混乱しています。策を駆使するまでもありませんでしたね。これで長安は我らが抑えたも同然です。攻め来ようと、諸君など私の敵ではない。ここで散るがいいわ。しましょう。砲軍やめ。
迎撃態勢を取るぞ。狙いはあの地だ。みんな行こう。勝ったと思うなよ。
貴殿のご活躍お見事です。策の練り直しだ。さすがです。その調子でお願いします。本気の俺は危ないよ。よっしゃ、ここで防御体勢を取るのだ。はい、いや、本気の俺は危ないよ。どうにもならん。はい、ちゃんと強いって素敵ですね。そうじゃない人も多いですから。ここは引くが、次はやらせんぞ。芝居は、気は、引きましたか。これで、陣の世は。孔明様、どうなさったのですか。孔明様、私が倒れたせいで戦に水を差してしまいましたね。皆は無事に撤退できましたか。お味方は皆孔明様の指示通り本陣へ引きました。今はどうかゆっくりとお休みください。もうこのような孔明様を見たくはないのです。私は庵を出てから今まで劉備殿の志を実現するために生きてきました。あの方の志を実現するためならばあらゆる犠牲を厭わなかった。そしてあなたをはじめ多くの人に迷惑をかけてしまいました。孔明様は常に今を生きる人々のことを考えていました。ごとの対話も南中の平定も
無益な争いを起こさぬため、孔明様の道を誰が間違いと言いましょうか。月影、その言葉何よりも嬉しいですよ。あなたは私を一番近くで支えてくれた人ですから。孔明様。月影、もう一つわがままを聞いてください。これより全軍を生徒に撤退させます。北伐も再度立て直しです。撤退準備を終えた将を一人ずつ私のもとに呼んでください。かしこまりました。皆に伝えてまいります。月影、心から感謝いたします。不甲斐ない私をよくここまで支えてくれました。劉備殿、お約束を果たせない不義理、どうかお許しください。そうか、みんな考えてなかったよね、諸葛亮殿がいない戦なんて。上将は劉備殿の大志を継ぎ、悲しみなき世を目指して戦った。それを今度は私たちが受け継ぐのだ。我戦う劉備の夢叶える。そう、父上たちの夢、私たちが諦めるわけにはいかない。受け継ごう、託された思いを。上将は最後までこの国の未来を案じておられました。劉備殿の目指された陳の世、残された我らの手で成し遂げてほしいと。私たちは託されたのだな。今日そなたはこれからどうするのだ。無論義を倒します。それこそが上将や劉備殿のご意志であり、我らの悲願であるからです。そなたならばきっと立派に成し遂げるであろうな。だがこれだけは忘れないでほしい。父上や諸葛亮が目指したものは悲しみのない世だと言う。承知いたしました。我ら一丸となり陣の世を築き上げてみせます。馬隊は五条原の戦いでも有役、蜀軍を勝利に導き芝居を引かせた。馬隊の献身的な働きはいつしか若い将たちの手本となる。彼もまた年長者として
皆を引っ張っていった。馬隊は悩める若者を救うため今日も大地をかける。あ、もう信じられないんですけど、観察どこに行っちゃったの？ここにいるよ。あとは任せて。じゃあ頑張ってね。するって約束だったのに。誰か私と一緒に修行してくれる人はいませんか？ここにいるよ。このままでは援軍はまだなのか。